もし疑うとするならば、何を疑うか。拳銃、弾丸、どちらでもない。拳銃を選択します。おかしなところがあるとしたら拳銃の方しかありえない。銃弾はつい先ほど発見したばかりだからな。内藤が拳銃に触るチャンスがあったろうか。今まで集めた証拠品を渡してこの飛行機から出て行ってもらおう。ケンジさんよ、おとなしく従った方がいいぜ。くっ、もはや抗うことはできないか。一回渡したよね。そうか、あの時ならばどんな工作でも可能だ。この拳銃が本物の凶器なのは間違いない。だとするとこの拳銃の持ち主は。この拳銃の持ち主は選択をします。内藤真之助。突きつけます。奴が行ったのは拳銃のすり替え。この拳銃は内藤自身のものに違いない。内藤の拳銃の情報を書き換えた。内藤の拳銃、客席で発見された拳銃とすり替えられた弾丸と洗浄痕が一致。戸次郎殺害した弾丸は客席で発見された拳銃から発射された。揺さぶります。内藤、貴様は。待つのはあんたさ、自分で証明しちまったんだ。まさかこの結果を裏切りはしないだろ。弾丸には被害者の血が付着していた。これが被害者の命を奪ったことは明らかだ。そしてその弾丸はゴミ箱から発見された拳銃から発射された。いいねいいね、最高の顔だぜ賢治さん。くん、このままでは逃げられる。さーて、現実が分かったところで次のステップだ。拳銃と弾丸の関係は明らかになった。じゃあその拳銃を使ったのは誰だ。揺さぶります。一体誰だというのだ。分かっているが認めたくないってところか。気持ちは分かるさ、さっきの俺と同じなんだろ。イライラしてぶっ放したくてたまらないわけだ。とこの状況じゃあな、シャレにならねえか。拳銃を使った人物、そいつはもちろん。ステージにいた俺じゃなくて客席にいたお嬢さんだろ。揺さぶります。早見さんが拳銃を使ったという証拠があるのか。おいおい、それは鑑識が証明しただろ。拳銃からは早見さんの指紋は見つかっていないんですよ。代わりに見つかったのはあんたの指紋っす。そいつはさっき証拠品を預かった時についたもんだろ。だいたいお嬢さんじゃねえなら真犯人は一体誰になるんだ。客席で暗殺者を追い詰めたのは他でもないあんただ。ぐ、分かっただろ。つまりあらゆる面から。お嬢さんが戸次郎を殺した暗殺者だって証明されたんだよ。揺さぶります。そんなことを証明した覚えはない。じゃああんたは何を証明したって言うんだ。ああそうか、一発目の弾丸は俺が撃ったってことは証明したか。だが肝心なことを忘れてるな。
あんたはここへ何をしに来た？そんなの決まってるっす。真実を捕まえに来たっす。西方民国との関係を悪化させるのが真実か？違うな。あんたの役目は暗殺未遂事件を解決することだ。私の役目は私が決める。貴様に決められることではない。だがこのままダダをこねてちゃ事件は迷宮入りだ。いい加減認めろよ。真犯人はそこのお嬢さんだってな。いや、真犯人はこの男以外にありえない。戦場痕はゴミ箱から発見した拳銃と一致した。内藤がこの拳銃に触れられたタイミングは証拠品を渡した時だけ。それ以前ではありえない。三剣さん、どうしようもないんでしょうか？ここまでの推理は間違っていない。ならばこの壁は乗り越えるべき壁なのだよ。でも決定的な証拠が出てきちゃったんですよ。真実を裏切る証言には必ず矛盾が潜む。まずは内藤の話を詳しく聞いてみるとしよう。では一周したので突きつけよう。トジローを殺害した弾丸は客席で発見された拳銃から発射された。ここで突きつけます。内藤の拳銃、これを突きつけます。内藤、貴様、拳銃をすり替えたな。戦場痕が一致した拳銃は内藤、貴様の拳銃だったのだ。へえ、随分と面白い手を打ってきたな。すり替えが行われたのは貴様が証拠を預かった時。私たちが大統領と捜査権をめぐって争っている時のことだ。客席で見つかった拳銃についたレーザーポインターを外し自分の拳銃に取り付けた。そして証拠品を返す時に私に手渡したのだ。へへへ、俺がそんなことを？後で戦場痕を調べられることを読んでたっていうのか？ああ、相手の手の先を読む。チェスの基本だろ？嬉しいね。でもよ、ケンジさん、俺を買いかぶりすぎさ。それによ、俺が拳銃をすり替えたって証明できるのかい？内藤の証言2。確かにその拳銃は俺のものと同じ種類だ。偶然にもな。でもさ、よく見ろよ。レーザーポインターがついてるだろ？残った弾の数も確認してみな。ちゃんと2発撃たれてるだろうさ。俺が拳銃をすり替えたという証拠なんかねえだろ。買いかぶりすぎか。貴様がそんなことを言えるとは。俺はあんたよりずっと奥ゆかしいんだ。奥ゆかしいんだ。まあチェス盤の前じゃそうでもねえがな。ふ、だがここにチェス盤はない。そいつは残念だ。あんたに言い訳が許されちまう。俺は負けたんじゃねえ。証拠が足りなかったんだってな。貴様こそ言い訳を用意しておくがいい。チェスで負けたのではない。証拠が見つかっただけだとな。
追及開始。内藤の証言2。確かにその拳銃は俺のものと同じ種類だ。偶然にもな。揺さぶります。偶然だと？もしかすると必然かもしれねえがな。結局どっちっすか？俺たちボディーガードは確実にキングを守る必要がある。お嬢さんはどう考えても銃に関してはど素人。どっちもリボルバーを使う必要があったってことさ。リボルバーって内藤さんが持ってるみたいな銃ですよね。それが必要って？単純な構造ゆえに扱いが簡単ということだろう。おそらく失敗できない仕事や慣れない仕事には最適ってわけだ。まあ真実は偶然同じだっただと思うがな。よく考えよ。でもさ、よく見ろよ。レーザーポインターがついてるだろう。揺さぶります。レーザーポインターは貴様が付け替えたのだろう。だからよ、その証拠を見せてくれよ。む、それは証拠もなく人を嘘つき扱いしちゃならね。父ちゃんに教わらなかったのかい？その点俺の方にゃまだ証拠があるぜ。残った弾の数も確認してみな。ちゃんと2発撃たれてるだろうさ。揺さぶります。先ほどから気になっていたのだが、君の銃弾倉はどうなっているのか。俺の女か？そう言われてもな。さっきから撃ってるもんでね。撃っちゃってたよね。む、撃つたびに弾を込め直している。事件当時どうだったかなんて確かめようもないぜ。そうか、銃をすり替えるには弾を込め直す必要があるのだ。内藤は素ですり替えの時に手袋などをしている暇は。さあそろそろ投了の時間だ。どうだい三剣賢治さん。俺が拳銃をすり替えたという証拠なんかねえだろう。揺さぶります。証拠ならないよな。あるなら出してるよな。あるに決まってるっすね、三剣賢治。再捜査の時間はない。証拠品は今あるものが全て。考えるのだ、全ての可能性を。くっくっく、出せるもんなら出してみろよな。拳銃をすり替えた証拠なんてそんなのあるわけ？内藤が拳銃をすり替えた事実を直接示す証拠はない。だがそれ自体は事実だ。そうじゃないと線条痕に説明がつかないっすもんね。証言に関係する証拠品それぞれの意味をよく考えるのだ。そこに必ず真実がある。じゃあ突きつけよう。俺が拳銃をすり替えたという証拠なんかねえだろ。突きつけます。ここでも内藤の拳銃、これを突きつけます。証拠はここにある。それが証拠だって？三剣賢治さん、無理はよくないぜ。
この弾丸には痕跡が残されているのだ。この拳銃が貴様のものであることを示す痕跡がな。見せてみろよ、あんたの駒を。ルークか、ビショップか、まさかポーンじゃねえだろうな。拳銃に残されたナイトの痕跡とは。選択をします。指紋洗浄痕、血痕。これは指紋ね。この拳銃には貴様の指紋が残っている。指紋だと？へ、そんなの当たり前じゃねえか。俺がその拳銃を預かったんだ、指紋くらいつくさ。指紋が拳銃を預かっただけではつかないところについているとしたら。何？そんなところがあるか。お教えしよう。本来ならば貴様の指紋が残っているはずのない場所。貴様のキングにとどめを刺す最後の証拠のありかを。場所を示すのね。まずここを調べます。ここだ、糸のこぎり刑事。弾倉を見てみるといい。2発撃たれてるっすね。でもどこに指紋がついてるっすか。どこに指紋がついてるか、この撃たれてる弾倉ね。ここを選択します。貴様は証拠品を預かった時拳銃をすり替えた。しかしそれだけではすぐにすり替えがバレてしまう。なぜならば2つの拳銃では発射された弾の数が違うからだ。客席で見つけた拳銃は2発撃たれていたっす。じゃあ内藤さんの拳銃は。ステージでバルーンに向けて放たれた2発、そしてトジロを殺害した1発、計3発。あの後も何度か弾丸を発射していたな。そしてその度に貴様は弾を込め直していた。その時貴様は手袋をしていたかな。ググ鑑識、先ほどの報告にあった内藤の指紋はどこについていた。は、拳銃の外側だけでなく弾丸そのものからも発見されています。証拠を預かっただけで弾丸に指紋がつくだろうか。ぐ、それはこれで証明されたな。拳銃のすり替えが行われたことが。被害者の命を奪った弾丸を発射したこの拳銃は内藤真之助、貴様のものだった。貴様こそが戸次郎の命を奪った本物の暗殺者だったのだ。俺は チェックメイトだ。いろんなもの起こってきた。俺がリーダーになるべきだった。トジロ、あいつさえいなければ。俺が部下たちを完全にコントロールできたのに。今回の暗殺計画も完璧なものだったのに。
糸のこぎり刑事。了解っす。みつるぎ、ゲームはまだ終わっちゃいねえ。俺はそこまでだ。ゲームの続きは法廷で行うとしよう。ぐ、ちくしょう、う。同日午後5時12分、京丹湖公園水上ステージ。君には感謝している。戻った。私のボディーガードの中にいた殺人犯を暴いてくれたのだから。飛行機から一歩出たら、王者の風格が戻ったか。私が偽の暗殺計画を持ちかけた時のことだ。トジロにではなく俺にですか？トジロ君には断られてしまってね。君なら頼まれてくれるね。わかりました、やりましょう。俺が完璧な計画を立てます。あいつを駒として利用してやるんです。そう話してる内藤の目にはトジロへの憎しみがあふれていた。私は正直不安だった。トジロではなく内藤に頼むのが。今思えば彼は私の顔からその不安を感じ取ったのだろう。それもまた殺人のきっかけになったのかもしれん。大統領、あなたが嘘の計画をしなければこうはならなかった。それはあなたの罪です。罪は消えません。ああ、その通りだ。すまなかった。私も何らかの形で責任を取ることになるだろう。しかし君には感謝している。トジロの死の謎を解明してくれてありがとう。私はもうしばらくの間この国に滞在する予定だが、いつでも我らが西方民国を訪ねてくるといい。歓迎しよう。ほんまにほんまにありがとうございました。ほんとよかったですね。あなたにかかった殺人容疑の濡れ衣だった。しかし偽の暗殺事件に関わっていたのは事実だ。後で警察の事情聴取を受けてもらうことになる。何らかの罪に問われる可能性もあると思った方がいいだろうな。そのことについてはエロすいませんでした。スクープも良いがどうすぎてはいけないな。ほんま安静することばかりですわ。やりましたね、みつるぎさん。大手柄ですよ。あのみつるぎ検事が大統領暗殺未遂事件を解決。これはビッグニュースです。ビッグニュース。検事班、事件を解決した感想を聞かせてくださります？随分と変わり身が早いな。ノーコメントだ。そんな殺生な。
なぜならまだ事件は終わっていないからな。終わっていない？どういうことですか？まだ事件が終わっていないことを示すのは、ここで選択をします。カードね、サザエモンの、これを突きつけます。サザエモンのカード。サザエモンはまだ依頼を果たしてはいない。大統領暗殺っすか？大きな事件に発展しなければ良いのだがな。大統領暗殺未遂事件。事件はニュースとなって国中を駆け巡った。内藤の公判準備を始めた私もマスコミに追われることになった。誰もが事件のニュースを見、誰もが事件の話をした。しかしその競争の中で誰一人気づいてはいなかったのだ。それがゲームの始まりにしか過ぎなかったことに。